寿司食いに行こうとか言って、で寿司食いに行った時にさ、この話言ったかな、寿司食いになった時に高級寿司店でだから一人前5,000円って書いてるわけね、だいたい、だいたい相場で一人前、だいたい寿司の特上一人前5,000円って書いてる、だからそれで寿司30個40個食べてね、今日は割り勘にしましょうとか言って金5,000円ポンと置いていってんね5,000円だと思って5,000円ポンと置いていって今日割り勘ですって5,000円持ってさって帰っちゃったでまあまあね、まあ寿司だから、まあ、3人でお相撲さんに行くわけだからだいたい 7,8 万ぐらいは最低でも払うわけですね、5,000円で割り勘でもういい加減にしてくれよみたいな。だから本当に人はいい、良くて本当